はい、えー、NFT が流行語にノみネされましたが、今から遅いと思いますかえー、いや、NFT はまだいけると思いますね。まだいけると思いますけど、えっ、ー、と、僕の中で、週刊誌理論っていうのがあって、週刊誌の見出しとかに、えー、例えば NFT とかそういうのが使われると、もう結構主動機だなって思ってます。えっ、ー、とね、やっぱ流行っていうのはね、大衆が騒ぎ出す時がピークなんで、えっ、ー、と、その情報からほど遠い人、まあ、例えば、学生さんとか、普通に生きてるサラリーマンさんとかが、え、NFT がどうこうこって言い出したら結構終わりだと思うんですよ。 うん、終わりだと思うんですよ。そんなみんながみんなお金持ちになれるなんて絶対ないんで。で、その一つ、指標の一つが週刊誌だと思います。週刊誌っていうのは、えっ、ー、と、多くの人に、えー、興味を持ってもらって、多くの人に手に持ってもらわないといけないんで、今一番ホットな話題っていうのをですね、結構見出し、表紙とか見出しとかで使ってくるんですよね。で、そこに NFT とかそういう名称があるってことは、今ホットだってことの表れなんで、え、ある程度ピークを迎えてるんじゃないかなって思います。で、何事もそうなんですけど、こうなんだろう、こう伸びて るあなんかこう上昇してくる、ね、最初の頃がやっぱ美味しいんですよね。うん。で、ある程度普及して、みんながこれもんからあれもんからって言い出したらもう、ええと、えー、あれですね。あの、黄色信号ですね。黄色信号だと僕思います。はい。